中年オタッキーです。撮影する時間がなくてちょっと困っていまして、今朝の7時なんですが、荷下ろし待ち中にね、ちょっと撮影してるんですけどね。で、今日のネタはというと、このニコン F2 に、こいつ。はい、ローライのね、RPX400 というね、フィルムで、撮影してきました。このフィルムはね、ドリームロコモティブ様から提供いただいたものになります。で、今回のニコン F2 はね、以前ね、オークションで、落札したものに、ヒータンさんから提供いただいたこのスペシャルレンズね。これね、ニコールね、HO と 50mmF1.4 なんですけどね、塗装を完全に落として、ブラストで落としてね、再処理をしてやる。特殊な、もう世界に1本しかないレンズになるのかな。いただいて状態が非常に良いということで、これ常用していこうと思いまして、このレンズで撮ってきました。RPX400 は果たしてね、どんなフィルムなのか、使い出はどうなのか。調子はどうなのか、まあ、いろいろね、ありますが、まあ、使ったことない人が大半だと思うので、解説していこうと思います。それでは動画スタート。はい、今回使用したこのカメラ、ニコン F2 なんですが、まあ、オーバーホールの時期はもう来ているんですよね。ちょっとね、ピーンというね、残響音がする状態になっても、早くオーバーホールしなきゃいけないんですけど、とりあえずね、こいつで、試写したかったというのは、なんでかというと、1000分の1が結構正確に出ているんで、このカメラ2000分の1まで切れるんですけどね、2000分の1はね、もうちょっとオーバーホール寸前ということで、あんまり出てないんですけど、自分でテンションを調整して、1000分の1はね、990何分の1とかいうね、精度で出ているので、まあ400のフィルムを使うにはどうしても絞り F8 でも1000分の1ぐらいになってしまうんです、日中撮影はね。そんなわけでこのカメラを使いました。で、フィルムなんですけど、ね、このローライの RPX400 というフィルムですね。これ初の、使用になります。現像はね、ちょっと現像時間長めになるみたいで、富士のね、スーパープロドール、50% 希釈、20度、液温20度でね、現像時間が8分ぐらいになってくるという、D76 のね、データ通りにすると8分になるということで、8分現像しました。で、まあ、どんな感じなのか、まあ、ローライのフィルムってね、基本的にローライが作ってないないんですけどね、実はね、アグファの RPX400 がベースになってるんじゃないかという、記事をね、ちょっと読みましたが、製造はもしかしたら、ハーマングループ、イギリスのね、ハーマングループなのかもしれないですし、なんかよくわからない、その辺はちょっと詳しくは出てこなかったんですが、どんな調子で、ローライのフィルムってね、基本的にはね、超ハイコントラストなんですよね。で、このね、RPX400 もね、どんな調子だとか、ハイコントラストなのかなという、まあ、前提でね、撮影してきたんですけども、基本的にね、光が大きい時間帯ばかりで撮影しておりますので、シャッタースピードが1000分の1、絞りが F8 ぐらいで撮ってあります。まあ、そんなね、前提でね、とりあえずはね、作例の方を見ていただこうかと思います。ここからは作例になってまいります。はい、作例ですね。まあ、予想通りハイコントラストではあります。ハイコントラストではありますがね、結構ね、リッチトーンになるんじゃないかなと思いますね。シャドウ部もね、完全に潰れてなくて結構像が出ていると思いますね。コントラスト高いということは高いですね。で、流浄感がかなり出ているのがわかると思います。全体的にはね、もう本当に、あ、400のフィルムだなっていうね、流浄感が出ているの。この写真とかでもわかります。この写真がよくわかりますが、シャドウ部もね、しっかり像が出ているというのがわかると思いますね。比較的快調が出るという感じになると思います。8分現像でこれは正解だったんだなと思いますね。ハイライトもね、しっかり飛ばずに綺麗に出ていますね。で、まあ、流浄感もそうですけど、シャープネスはそこそこ出ているわ。400のフィルムにしてはね、シャープネスは高めだと思います。流浄感は結構気になりますね。これを見てる感じ。富士のスーパーブロドールでこんな感じの違う現像液で現像したらどうなるのかなっていうのも今後見ていこうとは思いますが、通常ね、T 粒子のね、400のフィルムを使っている方にはかなり流浄感は気になると思います。
はい、このフィルムなんですがね、アグファの、APX400 か、APX400 のベースに、まあ、ローライの特別仕様になっているというね、記事をちょっと見たんですけど、どうやら T 粒子、T 状粒子は使われていなくて、吸入剤で製造されているようですね。まあ、吸入剤らしいね、荒々しい粒子がいっぱい出るね、モノクロ写真を楽しみたい方にはかなり向いているフィルムだとは思うんですが、まあ結構出ますね。増刊とかやるとかなり派手に、粒子が出ると思うんで、増刊とかには向いてないかもしれないですね。で、まあローライらしくね、そこそこハイコントラストな絵になるんで、コントラストを高めで流浄感多めというね、写真が好きな方には結構ね、いいフィルムなのかもしれません。で、価格と流通なんですけど、まあ、流通はね、僕の住んでる徳島県ではこのフィルムを目にすることはまずないですね。北村とかにも当然売ってないですし、もう個人のね、写真店でフィルムを売ってることがほとんどね、当たり前のフィルムしか売ってないんで、ないんですが、まあ、ヨドバシとかね、アマゾン、楽天等で見ることはできます。一番おすすめなのはヨドバシ .com での購入がおすすめになるかな。一本ね、1150円で、ヨドバシは送料がかからないんで、どうやってるのか知らないんですけど、1150円で購入することができます。で、楽天とかを見てみたんですが、1150円でしっかり送料がつくのでね、ヨドバシ .com で購入するのがおすすめに、なってきますね。まあ、増刊とかをね、やってっていうね方がねちょっといらっしゃったらね、どんな感じかっていうのを教えてほしいんですけども、まあ増加には多分ね現状でその粒子が結構出てるんで向かないフィルムになってくるとは思いますね。で、その使い出なんですけども、トライ X に比べるとね、1本200円ぐらい安いんですね。1本200円って結構でかいと思います。10本使えば2000円の差になってきて、あと2本ぐらい使えるって話になってきます。1150円ですからね。そんなわけでね、トライ X を使うよりはこっちのローライの方がいいような気もします。トライ X はね、どうやら、T 粒子に変わったというね、評判を聞いています。僕もはっきりわかんないし、今トライ X 持ってないんでね、もう使い切っちゃったんで、わからないんですけど、在庫してるね、トライ X はね、もう35ミリ版はなくてね、ブローニー版しか持ってなくて、ブローニー版もちょっと古いやつなんで、古いトライ X かもしれないしね、TMAX400 をね、トライ X 風味にしてあるというね、情報を聞いたんですよ。で、最近ね、トライ X の調子がどうもね、昔と変わったっていうんで、話題にはなってるんですけども、こいつはね、吸入剤で、作られています。流浄感しっかり出ますし、もしかしたらね、トライ X の代わりにね、使うのにはね、非常にいいのではないかと思いますね。まあ、現状1150円ということで、昔のトライ X に比べたらバカ高いものになるんですが、現状のね、トライ X よりは安くなりますんで、昔はトライ X もね、3本セットで980円とか売ってたんで、まあ、それに比べると3倍以上の値段になってしまうんですけども、まあ、現状ではね、このモノクロフィルムもこのぐらいの価格帯が当たり前になって、どちらかというと安いというねレベルになっていくのかなと思いますね。まあ、安いねモノクロフィルムといえば、そうですね、国内でね販売されて普通常に販売されているものではアクロス2が1本950円、まあこれ北村価格ですけど1本950円で仕入れるんで、そっちの方が安いといえば安いんですけどね。もう富士からはね400高感度のフィルム出ておりません。まあ流浄感を楽しみたいコントラスト高めのフィルム、でまあ比較的安価、というこの RPX400 ね、使い出があるものでないかとは思います。で今後ね、まだねこれ入ってますね。これまだありますんで、何本かありますんでね。現像液を変えたりね、条件を変えたりして撮影していこうと思います。まあ、続報期待ということになっていきますね。はい、今日のね、フィルム紹介からの動画はこんな感じ。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー。今日はね、秋かな999さんからですね。いきます。おたきさん、明けましておめでとうございます。秋かな999です。作品投稿のコーナーに、ローライレトロ 80S で写したバイクの写真を2枚投稿させていただきます。
1枚目、ライダーの目線は、ミノルタハイマーチック 7S で撮影、ロジナール20度8分で現像。2枚目、もっと走りたかったは、キャノン FTV とニュー FD50mmF1.4 で撮影、ロジナール、20度14分で現像し、両写真とも富士フィルム XE4 で、ネガを撮影後にフォトショップで反転と調整を行っています。ちなみに私は原付バイクしか乗ったことがありませんということですね。で、作品なんですけどもね、デジタルデュープということなんですけど、影響はそこまで見られてないって、忠実に再現されていると思いますね。ローライの 80S だとこのぐらいカチカチのハイコントラストの写真になってくると思います。特に2枚目よく出てますね。ローライの調子がよく出てると思いますが、まあシャドウは結構潰れちゃってってるかな。まあこれ明暗が強いんで、まあ仕方ない部分はありますけどもね、ローライレトロ 80S という超微粒子、という部分も、出ていると思います。あっかな999さんありがとうございます。次は北野隆さんの作品で3枚組写真ですね。こんばんは、久々に投稿します。タイトル、初期限切れ、3枚、カメラオリンパスペン EE3、フィルムフジカラースーパー400、期限切れ。ハードオフで、5本購入しましたが、箱に入ってなく、いつ期限切れか不明。とりあえず、アーサー100にして撮ってきました。室内では開放 3.5 にしてシャッター切りました。現像北村に出しました。自分が思っていたより思いのほか映っていたのが印象。まだフィルムあるので、いろいろ設定変えて遊んでみたいと思います。ということなんですけどね。で、作品なんですけど、これね、400で撮ってて、ハーフで、これはかなり上出来ですよね。まあね、こう、その、露出を高めにして撮った方が粒子が細かくなりがちなので、100で撮ったのは正解だと思うんですが、ほとんど劣化してないのかな。結構いい感じ。ペン EE3 でこの調子はなかなかと思いますね。3枚ともになかなかいい仕上がりだと思います。大当たりでしたね、これね。北中さん、ありがとうございます。次はね、キャラブキさんからの投稿。新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。過去作です。1枚目、タイトル、古びたベンチ、カメラ、ペンタコン6、レンズ、ビオメタ 80mmF2.8、フィルム、富士プロ 160NS、2枚目、タイトルは、急速、カメラ、ニコン F、レンズ、AI ニッコール 50mmF1.4、フィルム、コダック、カラープラス200ということですね。で、1枚目からいきますがね、これ、ペンタコン6ということで、レンズをビオメターなんですけど、さすがの立体感ですね。ちょっとね、逆光になって、フレアが広がってるのは若干残念でありますが、ペンタコン6のレンズ全体的にね、逆光には弱いレンズが多いと思います。まあ、雰囲気は非常に出てる写真だと思いますね。で、2枚目の方なんですがね、これ、構図を大半空にしたということで、非常に、印象的な写真になっていると思います。おじさんがなんかこれスマホをいじってんのかな？この、のどかな休日っていうね、感じの、絵が、素晴らしいと思いますね。はい、キャラブキさん、ありがとうございます。次は、ケンタロウさんですね。1枚。おたきさん、こんにちは。ケンタロウです。恒例の路上観察に出かけた際に遭遇しました。タイトルは、ハトも格差社会でお願いします。格差社会はハトも同じようですね。カメラは、コンタックス 2A。レンズはゾナ、オプトン、50mmF2.0。フィルムはシーガル400自家現像。昨年秋からフィルムというか写真を始めてまだまだ修行が足りませんが、構図の面白さもあり投稿させていただきました。ご多忙のようですが、くれぐれもご自愛をいただきたいです。今年も素敵な動画をアップしてください。おたきさん、フィルム愛好家の鏡ですってことでありがとうございます。本年もよろしくお願いしますってことで作品なんですが、非常に面白い写真になってるんですが、ちょっとちっちゃいんですね。一番上にね、ちょっとか、ガタイの大きい鳩が。で、下にね、2羽、いるんですがね、おたき的にはね、これはトリミングしたらね、かなりいい写真になると思います。縦構図にしちゃってください。こんな感じね。露出合うかな。こんな感じにするとね、良いんじゃないかなと思います。調子としてはね、シーガルということで、フィルムこれケントメア、中身ケントメアだと思うんですが、柔らかい調子で仕上がって、まあ、クロート好みの写真にはなっていると思いますね。はい、ケンタロウさん、ありがとうございます。もう一名ですね、
マサさんですね。はじめまして、マサと申します。中年オタキさんのチャンネルはすごくためになり面白いです。その影響もあり、フィルムカメラを次から次へと手に入れるようになってしまいました。かっこ笑い。今後ともよろしくお願いします。ということでありがとうございます。タイトルは、奈良での一コマ。カメラオリンパス XA。コダクカラープラス200ですね。作品なんですけどね、これ、すごく古い乳母車ですよね。被写体は非常にいいんですが、構図にもう一工夫欲しかったですね。ちょっとね、よく隅にやってるんですけど、斜めから構えたらもっと面白かったかなと思いますね。ちょっと斜めのね、表現をね、これで釣るのはちょっと無理なんでね、ちょっとできないんですけど、僕だったらね、もっと寄って斜めから撮ったかもしれません。これはこれでいいと思うんですけどね、ちょっと隅に寄せた構図でいいとは思います。はい、今後も投稿よろしくお願いしますということでね、ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー。今日の俺のカメラはね、一都市九さんの投稿ですね。久々に俺のカメラに送ります。ニコン F フォトミック。撮影機材、ニコン F2 フォトミック。オートニコール 50mmF1.4。ケントメアパン400で撮影ということですね。で、作品なんですが、素晴らしいですね。もう素晴らしいの一言。タイトル画面にさせていただこうと思います。もう露出もバッチリでね、結構ね、この窓際って光の境界線になってね、いい写真が撮れがちなんですよね。背景ボケもね、比較的良い感じで、ちょっと絞ってある感じなのかな。ニッコール 50mmF1.4 にしてはいい感じで写っております。ケントメアパン100ということでね、ちょっと柔らかい調子に映るんですけどね、露出がね、素晴らしい調子、流浄感も少なくて、これは非常に良い写真だと思いますね。一都市九さん、ありがとうございます。タイトル画面確定です。はい、俺のカメラのコーナーはここまで。ここからは、やったー、やっちまったのコーナーになってまいります。はい、やったーやっちまったコーナー。今日のやったーやっちまった時神さんですね。時神です。お仕事お疲れ様です。さて、やったーやっちまったコーナーのやったーに投稿します。カメラは1962年製のレンジファインダーカメラ、オリンパスオートアイ2です。このカメラは先日中古カメラ店のジャンク棚で550円で売られていたものを購入しました。見つけた時はかなり汚れていましたが、目立った傷とかはなく、シャッターも動作しました。レンズは D 随行 43mmF2.6。 珍しいなこれ、傷もなく無事でした。露出はフルマニュアルとシャッター速度優先 AE。 速攻用のセレン電池も問題ありませんでした。軽く全体を清掃して試写してみました。フィルムはコダクカラープラス200、クリアな画像を選びました。ただ60年前の低価格帯、当時1万6000円のカメラのレンズなので写りはそれなりに感じました。仕方ないかな。それでは来年も、というかこれ去年の投稿ですね、よろしくお願いしますということなんですけど、でさ、これね、カメラ、僕はね、オリンパスのオートアイは持ってるんですけど、オートアイの方はね、写り結構良かったんですけど、これレンズ変わってるのかな ?43mm の F2.5 だったかな、もうちょっと忘れてしまいましたが、その写りとしてはね、結構ね、フレアというか、強い光にかなり弱い感じはしますね。解像度はね、バッチリ出てると思うんですが、まあレンズにダメージがないという前提でいくと、これはかなりフレアになっていると思います。で、3枚目のね、花の色ですが、色はしっかり出ておりますね。もちろんフィルムの力もあるんでしょうけど、まあ発色としては1962年のカメラのレンズとしてはまあまあなんだと思いますね。はい、トッカメさん、ありがとうございます。はい、今日の動画はこんな感じになっていきます。カメラのテストはちょっと一段落しておるんですが、新年に入ってね、どちらかというと、フィルムのね、テストのね、動画が多くなっております。どの、フィルムでどういう現像をして、どんな調子で撮れるのかっていうのをね、ちょっとやっていってるんですが、カラーネガフィルムのね、値段がね、爆上がりしている今ね、モノクロフィルムはそこまで上がってないということで、ちょっとモノクロで楽しむという方向性でね、行こうと思っています。もちろんね、カラーも追い
いよやっていきますので、まだチャンネル登録されてない方はね、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。で、高評価コメントの方もね、どしどしお寄せくださいませ。最近ね、パソコンでね返信を打つようになりました。もうスマホではさすがに追いつかないんで、休みの日にねちょっと集中してコメントを返すようになってるんで、まあ、なんとかコメント返していっていると思いますが、まあ、遅れることもあると思うので、その辺はご容赦くださいませ。はい、チャンネル登録はねちょっとペース戻ってきましたが、まだまだ募集しておりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。5000名を超えますと、キャノン A1 をね、1台、視聴者プレゼント、する企画をやろうと思っておりますので、今のうちにチャンネル登録してお待ちくださいませ。はい、今日の動画はこんな感じ。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら。